はい、皆さんこんにちは、比嘉真奈美です。ありがとうございます。本日はね、この猛暑の中、皆さん お集まりいただきありがとうございます。私が演じる役どころは二階堂京吾という女性で、生っ粋のお嬢様であり、大学院まで進んだ才色兼備というちょっとプレッシャーの役なんですけども、家族構成としては夫と一人息子がいる家族です。その中、息子の受験だったり、夫の、モラハラなの問題を抱えているちょっと悩み多き女性なのですが、しっかりその心の描写とか彼女の成長を演じていきたいと思っていますので、皆さんぜひドラマでその成長を見守っていただけたらと思います。本日はよろしくお願いいたします。こんにちは、くゆきです。皆さん本当に猛暑の中、今日は来ていただいてありがとうございます。私だけものすごい暑い洋服着てますけど皆さん、ネットフリックスの、スカイキャッスル見ていただいてますか？あれ？どうでしょう？もしかしたら日本版で初めて。あ、嬉しいね、それもね私の役は九条彩香と言います。皆さんのお子様を必ず志望校に合格させるという受験講師の役です。見るからに黒ですけれども、いろんな自分の志を持って進んでいる役柄です。ぜひ楽しんでご覧になっていただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。何の話してましたっけ？スンドゥブの話はもういいんです。スンドゥブです。言いたかっただけなので、ごめんなさい、失礼いたしました。スンドゥブですか？全然このドラマと関係なくですか？韓国版のドラマやるからちょっとスンドゥブをなんて。全然もう前から、ここ最近ですけど、ハマってまして、週1は必ず食べてますね。なんかスンドゥブっていろいろ種類ありますけれども、何スンドゥブがいいとかあるんですか？スンドゥブであればいいんですてかスンドゥブっていう響きがすごく好きなんです。皆さん行ってみてください。せーの、スンドゥブ。ちょっと気持ちよくないです私だけ？ありがとうございます。ありがとうございます。お母さんになった。ありがとうございます。私たちしか笑ってない。いや本当にごめんなさい。品よく行くって言ったのに。スンドゥブ。スンドゥブで行きましょう。はい。改めまして、ドラマのその撮影現場の雰囲気お伺いしてもよろしいでしょうか。松下さん、いかがでしょう？もうバチバチですよ。バチバチですか？ドラマの現場も、はい、内容もバチバチドロドロしてますっていうのはもう本当に冗談で、もうごめんなさい、嘘つけないんですけれども、本当に撮影現場はですね、はい、もう笑顔が絶えないというか、みんなそれぞれ楽しい雰囲気でやれてるんじゃないのかなと思ってるんですけれども、本当にこれだけ女優さんがたくさん集まってご一緒できる機会も私なかなかなかったので、非常に毎日楽しくて、キラ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 って笑いながら、はい、楽しく撮影しています。5名の中でちょっとこうムードメーカー的存在だとか、そういう方っていらっしゃるんですか？なおさんとまなみさんが一番喋る喋るなんか語弊がありますね、喋るって。喋る、喋ってますね、私たち。いやいや、もうムードメーカー、陽キャ、陽キャ、陽キャ。でもみんな陽キャ、みんな、でもみんなだんだん本性を出してきてますよ。なるほど。現場で最初のじゃあ2ヶ月前と比べて今の撮影というのはちょっと雰囲気もまた変わってきて、はい、いや、むしろもっと楽しくなってます。そうですか、はい、もっと明るくて朗らかですね。そうですか、はい。